映画鬼滅の刃無限列車編が北米でも興行収入を1位獲得しました。これは日本映画ではミュウツーの逆襲、まあポケットモンスターの映画ですね、それ以来の出来事で、なんと21年ぶりだそうですね。煉獄さん、そして鬼滅の刃の大ファンの僕としてはめちゃくちゃ嬉しかったんだけど、そんな中北米では煉獄さんのことをゴート、つまりヤギって呼んでるって聞いて、え、もしかして煉獄さんのことバカにしてんのみたいな。だってヤギって強そうなイメージがないからさ。でどういう意味かなって調べてみたんですけど、ヤギは英語でゴート、綴りは GOAT、 これはグレイテストオブオールタイム、史上最高という意味で、まさに煉獄さんにぴったり。僕にとっても煉獄さんは史上最高の男と言っても過言ではないぐらいです。もちろん鬼滅の刃には他にも素敵なキャラクターいっぱいいるけどね、海外でも煉獄杏寿郎は受け入れられている。めちゃくちゃ感動しました。そしてこの無限列車編を簡単に言うと、テーマは炎と侍と家族愛だと思うんです。僕はこの3つのテーマもう大好きなんですけど、よくよく考えたら海外の人も大好きかもね。やっぱり炎への信仰っていうのはもしかしたら日本以上かもしれないし、侍への憧れはもしかしたら僕たち日本人以上かもしれない。そして家族愛はやっぱり国境を越えるよね。そういった意味でも北米、つまり海外で受け入れられたのも自明の理だったのかもしれないですね。そして何より嬉しいのが、鬼滅の刃で感動したっていう人を見るたびに、優しい人っていっぱいいるんだなって思うんですよ。だって鬼滅の刃なんて子供っぽいとか、あんなのじゃ感動しないって社に構えることだってできるじゃないですか。でもそうじゃない、素直に受け入れて感動できる、やっぱ世界には優しい人っていっぱいいるんだなって思いました。というわけで今回は煉獄杏寿郎がヤギと呼ばれている理由について語りましたが、着替えました。というわけで僕のチャンネルについても少し語らせてください。僕は普段は実況レビューといって他にやってる人いないかなって感じなんですけど、鬼滅の刃を初見で読んだ瞬間の感動、時に泣いたり時に怒ったりしながら語るという動画を投稿してます。概要欄に貼っておきますのでぜひご覧ください。そして今僕はお告げが来るまで鬼滅の刃生活、ちょうど48時間目を迎えています。この企画は起きてる時間は全て鬼滅の刃の研究に費やし、眠っている時間に鬼滅の刃の夢を見たら完成という、まあそこで見た夢っていうのは鬼滅の刃からのお告げ、しかも断食してます、つまり極限の状態です。でもそんな状態で見る鬼滅の刃の夢っていうのはもはやお告げだって思ってます。どのキャラクターがどんなことを僕に言ってくれるのか、その答えが出るまでこのチャレンジを続けていきます。今後上げていきますのでぜひご覧ください。というわけでちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。